開催まであと2年、東京2020オリンピックカウントダウンイベントみんなの東京2020 2 years 2 号にようこそお越しくださいました。でここに集まっていただいた皆さんと共に2年前カウントダウンセレモニーを大いに盛り上げまして、東京2020オリンピックの大成功へとつなげていきたいと思っております。で紹介が遅れました。本日司会を務めます西尾ゆかりです。よろしくお願いいたします。本日は夏祭りのコンセプトのもと、会場内にはたくさんの提灯を飾りまして、2年前となるこのカウントダウンイベントを盛り上げております。でこの場内に飾られています記念提灯には、皆様にとっての2年後の目標や東京2020オリンピックに向けたメッセージや言葉を頂戴しております。本日はそうした一人一人の思い、願い、オールジャパンの思いを集めて世界へ発信できればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあそれではセレモニー進めてまいりましょう。まずはこのお二人にご登壇いただきます。皆様大きな拍手でお迎えください。東京2020組織委員会森喜朗会長、そして東京都小池百合子知事のお二人です。よろしくお願いいたします。さて東京2020オリンピックまでまさにあと2年です。日々期待や反響も大きくなっていると思います。まずは森会長から2年後に向けてのメッセージをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。お暑い中ありがとうございます。まあ、2年前でも1年前でもいいんだけれども、2年後にこの暑さが来るかどうか、これは大変な関心です。でもたとえこんな暑さが再来年に来ても、これも神様の私は思い示しちゃっている。これにどうやって応えていくか、しっかり頑張っていきたいと思っています。今日は皆さんありがとうございます。森会長ありがとうございました。続きまして、小池知事には記念提灯メッセージを書いていただいておりますので、ご紹介いただきたいと思います。はい、もうズバリ東京、東京とホストシティとしてのこの東京、これをですね世界に発信をしていきたいと思います。そしてまた復興なくして東京大会の成功はなし、そしてまたパラリンピックの成功なくして大会の成功はない、そういう思いで、そしてオリンピック・パラリンピック、2年後に備えてしっかりと準備を進めていきたいと思います。ちなみにここにちょっと印鑑みたいなの貼ってみましたけど、これ渋谷のスクランブル交差点なんです。はい、東京これからもアピールしていきたいと思います。楽しみにしてください。小池知事ありがとうございました。さてここでもう一方ステージにご登壇いただきます。皆様大きな拍手でお迎えください。東京2020組織委員会御手洗不二雄名誉会長です。拍手をお迎えください。ありがとうございます。御手洗名誉会長、本日どうぞよろしくお願いいたします。さて本日はたくさんのご来賓の方々に参加いただいております。ここで代表の皆様をステージにお迎えしてご紹介したいと思います。まずこのイベントを講演していただいておりますお二方をご紹介します。公益財団法人日本オリンピック委員会会長武田恒和様、続きまして墨田区長山本徹様、ご覧の代表の方々です。東京オリンピック競技大会パラリンピック競技大会担当大臣鈴木俊一様、文部科学副大臣水落敏栄様、スポーツ庁長官鈴木大地様、東京都議会議長尾崎大輔様、東
東京都議会副議長長橋圭一様、東京都議会オリンピック・パラリンピックおよびラグビーワールドカップ推進対策特別委員会委員長小山美彦様、東京商工会議所会頭三村明夫様、そして2028年大会開催都市アメリカロサンゼルスよりロサンゼルス市長エリック・ガルセッティ様、ようこそ会場にお越しくださいました。さて全員の、方に記念提灯書いていただいておりますけれども、メッセージご紹介したいところなんですが、皆様を代表しましてお二方よりメッセージご紹介していただきたいと思います。はじめにご来賓の皆様を代表しまして、鈴木俊一東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会担当大臣より一言お願いいたします。皆さんこんばんは、ご紹介をいただいた鈴木でございます。2020年大会に向けるメッセージとして、私はみんなが関わる東京大会と書かせていただきました。2020年東京大会成功の鍵は、国民の皆さん一人一人が自分もオリンピックに参加しているんだ、パラリンピックに関わりを持っているんだ、そういう気持ちを持っていただくことが大切だと思っております。いよいよあと2年で開催であります。政府も暑さ対策、セキュリティ対策、輸送対策、こうしたものを中心に一丸となって取り組みを前に進めていきたいと思います。どうか2020年東京大会が国民の皆さんにとって世界に誇りに思える大会、そしていつまでも良い思い出が持てる大会、そして何よりも復興オリンピックとして成功することを心から念願をして私の挨拶いたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。続きましてロサンゼルス市長エリック・ガルセッティ様、一言お願いいたします。ありがとう。こんばんは。私はエリック・ガルセッティ市長です。 It is a great honor to be with you, and thank you to my dear friend Governor Koike for the invitation to be here this evening, and to President Mori as well.今日ここに参りましたこと大変光栄に存じております。小池知事と森会長に深く御礼を申し上げたいと思います。 We share a common geography of the Pacific, and we share a common dream of the future between Los Angeles and Tokyo. 私どもは太平洋という地理を共有し、そしてロサンゼルス、東京の間で共通の夢を共有しています。 And we come here with a delegation from Los Angeles today to pay our respects to the wonderful organizing efforts of Tokyo 2020.東京2020のですね、素晴らしい組織ぶりに敬意を表するためにロサンゼルスから代表団を率いてまいりました。 Tonight in Los Angeles, in our neighborhood of Little Tokyo, we are celebrating with a parallel ceremony as well.そしてこのイベントと並行してロサンゼルスのリトル東京においては同じカウントダウンのイベントをやっております。 So from Little Tokyo to Big Tokyo, we are with you tonight together. そういうことでリトル東京からビッグ東京まで、この今宵を共有しているということです。一緒に。 So our very best wishes for the promotion of peace on this earth and the prosperity of all people and the health that the Olympics brings.では地球の平和と、そして全ての人たちに対する繁栄と、そして、健康を推進なさるオリンピックに際して、ご幸運をお祈り申し上げたいと思います。 We'll see you in 2 years here, and we invite you to Los Angeles in 2028 for the Paralympic and Olympic Games. どうもありがとうございます。2年後にはここでまたお目にかかりましょう。そして2028年のオリンピックパラリンピックにおいてはロサンゼルスでお目にかかりたいと思います。ありがとうございました。本日は他にも、多くのご来賓の皆様に参加していただいております。この場をお借りしまして御礼申し上げます。本日は誠にありがとうございます。それではステージの前の席にて皆さんセレモニーにご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。
さあ、祭り囃子が始まりました。これは二度囃子です。皆様ステージに向かいまして右手後方をご覧いただきたいと思います。地元小学生100人による超人キッズとオリンピアン、そして東京2020オリンピックで活躍が期待される現役アスリートの皆さんがセレモニーに駆けつけてくださいました。皆様大きな拍手でお迎えください。さあ、大変恐れ入りますが、お近くの皆様、通り道をですね、ちょっと上げていただきますと大変助かります。これからパレードが通ってまいります。されたようです。皆様もう一度拍手をお願いいたします。アスリートの皆様、そして超人キッズの皆さん、ね、どうもありがとうございました。さあ、改めてご紹介します。まずはこの方です。柔道アトランタ、シドニー、アテネの3大会連続で活躍されました野村忠宏さんです。続きましてリオデジャネイロ2016大会で活躍され、東京2020大会での活躍が期待されるアスリートの皆様ご紹介いたします。水泳の池江璃花子さんです。体操の加藤良平さん、陸上競技の藤水健二さん、そして東京2020大会追加競技となったスポーツクライミングの野中美穂さん、以上の皆さんです。よろしくお願いいたします。そしてパレードを盛り上げていただいた超人キッズたちにもステージに来てもらいました。じゃあ代表して2人ステージに上がってきてもらいましょうかね。
もう上がってますね、ごめんねすいません。ではじゃあ学校と学年と、お聞きしようかな。お願いします。上野小学校の6年です。お名前は？根津優香です。根津優香です。ありがとうございます。ちょうちんは書きました？あ、なんて書いてくれたのかな。オリンピックで世界を笑顔にと書きました。ありがとうございます。そしてもう一人聞いてみましょう。お名前、学年と学校名教えてください。成平小学校6年前川隆衣です。なんて書いてくれたんですか？コミュニケーションって書きました。コミュニケーション、そうですね、大事になってきますね。どうもありがとうございます。それでは、アスリートの皆様にもちょっとお話伺いたいと思います。じゃあキーズの2人ね、どうもありがとうございます、ね、ありがとうございます。ではちょっとお一方ずつ簡単にではございますけれども、はい、提灯委員のこのメッセージ、お聞かせいただきたいと思います。はい、私は、まあ、夢と感動がいっぱいの大会にっていうふうに書きました。そうですね、そうですね。もうこれは選手は、ね、もちろんなんですけども、はい、このオリンピックパラリンピックにまあ関わるあの関係者の皆様、まあ、スポーツを愛する皆様、本当に、ね、支えるボランティアの方みんなが東京でやってよかったねって最後ね、うん、笑顔で語れるそういう素晴らしい大会になってほしいなと思います。ありがとうございます。それでは池江さんお願いします。私は国民全員でメダルを、国民全員でメダルを、はい、まあ、もちろん競泳は一人で泳ぐ種目ですけど、まあ、他のスポーツとかも日本国民全員がチーム一丸となってアスリートを応援してみんなで戦えたらいいなと思います。ありがとうございます。では加藤さんお願いします。僕は最高の舞台で最高の演技をにしました、うん、まあ、やっぱりオリンピックの舞台は本当に緊張感だったり、まあ、集中力だったりが全然いつもの大会と違って、やっぱり一度味わったから、味わったこそがあるこそもう一度立って最高の演技をしたいという舞台だと思います。どうもありがとうございます。応援しています。じゃあ藤光さんお願いします。僕は、人生最大の盛り上がりをと、書きました、はい。僕たちの陸上競技は、なんかようやく最近盛り上がってきたかなというところかなと思いますので、まだまだその陸上だけの試合ではこう人を集められなかったり、まあ、する現状がありますので、2020までには、もう本当に陸上競技だけで人がいっぱいできるぐらい、盛り上げられるように、僕も、僕たちも、皆さんにも、一緒に盛り上げていただきたいなという気持ちで書きました。対しています。どうもありがとうございます。じゃあ野中さんお願いいたします。はい、私はより高くと書きました、はい、壁も目標も高く、一番高いところに登りたいなという思いで書きました。はい、新種目ですね、応援しております。ありがとうございます。皆様のご活躍本当に願っていきたいと思います。さあ、そして皆様すでにご存知のことと思いますけれども、全国の小学生により選ばれました東京2020大会のマスコットも一昨日ですね、名前が決まりましてデビューしました。簡単にご紹介しますと、伝統を大切にしながら常に最新情報をキャッチするというオリンピックマスコットのミライトは、正義感が強くて運動神経抜群、どんな場所にも瞬間移動できるという特技の持ち主です。一方、いつもは物静かなのに、いざとなるとパワフルなパラリンピックマスコットのソメイティ。凛とした内面の強さと自然を愛する優しさがあり、石や風と話したり、見るだけで物を動かすことのできる能力の持ち主ということです。さあ、そんな2人もこの会場のどこかに駆けつけてくれているはずなんですが、どこにいるんでしょうか。あ、ちょっとステージの方を見てみてください。あ、映りました。ミライトはソメイティです。そこはどこかな。スカイツリー展望デッキフロア350にいるようですね。ミライトはソメイティ、みんなね、こっちで待ってるので、ちょっとステージに来てもらえますかね。じゃあ会場の皆さん、そしてアスリートの皆さんもぜひですね、このミライトはソメイティの名前を呼んで、ちょっとこっちに来てもらいましょう。で、小学生の皆さん、いいですか、準備。ミライトはソメイティですよ。ね、一緒に呼んでみましょう。いくよ。せーの、ミライトはソメイティ。
皆さんちょっと忘れても皆さん前の方に来ていただきまして、池江さん初めてね、もちろん初めてですよね。どうですかご感想、初対面ですけれども可愛い、はい、そう同じことを、あと日本のその有名な桜をイメージして、あのセリセリにしっかり思いが込められてるんだなっていう風に感じます。ねえ、野村さん可愛いですよね。そうですね、まあ、このステージのね、あのステージに上がってる人の中で自分が一番おじさんというかね、年を重ねてる分、いろんなね、あのオリンピックの、パラリンピックのキャラクターっていうのを見てきましたけども、はい、その中でも群を抜いて可愛いと思いますし、例えば子供たちのエネルギー、うんうん、あのワクワクっていうエネルギーから誕生したっていうのを聞きました。そうですね、だからその無限のエネルギー、ね、ワクワクのエネルギーを日本中、世界中に伝えていってほしいなと思います。そうですね、これからよろしくお願いしますね。さてですね、皆様に書いていただきました記念提灯メッセージ、会場にある数を数えてみますと今現在ですね全部で730個あります。でこの数字実は2年前の日数731日を意識したものなんですね。で今ここに用意されました大きな球体ね、ありがとうございます、はい、開けてくれて、ね、この球体 2R25 の提灯をですね、皆さんの協力のもとですね、明かりを灯しまして、731日、2年前の東京2020オリンピックに向けてのスタートを、ね、切りたいと思います。で最後の提灯の点灯はソメイティのこの超能力も借りまして、ちょっとミライトはソメイティのアスリートの皆様みんなでですね一緒に点灯したいと思います。ちょっと合図をしますね、本日のタイトル 2Years2Go、私の方で、みんなの東京2020というふうに言いますので、皆さんあの右手で2を作りまして 2Years2Go、 はい、ありがとうございます2Years2Go で、はい、お願いしたいと思います。提灯キッズのみんなもいいですか、元気よくお願いできるかな、ね、私がみんなの東京2020でみんなが 2Years2Go です。 2Years2Go ではいきますよ、お願いします。みんなの東京 2020 2Years2Go。巨大提灯、そしてステージ上の 2Years2Go の提灯、明かりが灯りました。そしてですね、このタイミングで東京スカイツリーもオリンピックカラーに点灯されているんですよ。でさらにここ東京スカイツリーだけではなく日本全国のさまざまなタワーや施設も東京2020オリンピック開催2年前を祝いましてライトアップしてるんです。でちょっとミライトワンにお得意の瞬間移動で全国のライトアップの様子を紹介してもらいましょう。お願いします。瞬間移動、さあこちら東京都庁第一号庁舎です。東京タワーもオリンピックカラーですね。あ、こちらも綺麗にオリンピックカラーで飾られます。さあ続いては NTT ドコモ代々木ビル、あ、こちらも綺麗ですね。さあいろんなところでですね、このようにオリンピックカラーにライトアップされています。こちらはタワーホール船盛りです。次はどこでしょうか。あ、北海道五稜郭タワーも、こちらは岩手ですね。そして横浜マリンタワー、江ノ島シーキャンドル、福井の丸岡城もこんな風にライトアップされています。京都タワーも赤く綺麗に光っています。で福岡タワーです。ということで、各地でオリンピックカラーに、ライトアップされて盛り上げています。さあそれでは報道関係者の皆様におかれましてはスタッフのご案内に従いまして、撮影をこの後よろしくお願いしたいと思います。
それではご来賓の皆様にはご登壇願いたいと思います。どうぞステージ上にお上がりください。これから、ただいまよりフォトセッションを行わせていただきます。